ではそもそもですね、タイマーって何がいいんですかって話ですけども、今アメリカとかカナダとかですね、あのタイマーかなりのところでですね、解禁になってるんですけども、そのきっかけになったのは2013年の CNN の放送で、うん、ウィードっていう番組があったんですね。これまだ YouTube にこの動画ありますから、ぜひ見ていただきたいんですけども、このシャーロットちゃんっていうですね、あの、 女の子、赤ちゃんがいまして、ドダベ症候群というですね、難治性の小児転換だったんですね。で、ひどい時には週に300回発作あったと。で、お母さんがですね、どうもその CBD オイルっていうのを使うと、転換にいいらしいっていうその論文を見つけて、ですね、もう使わせてくれっていうことで、まあ、近くの CBD を扱っているその栽培業者に相談してですね。 サイバー業者はですね、いや、赤ちゃんに使うのはちょっとねって言ってたんだけど、ともかく THC が少なくて、まあその売り物にならない。要は THC がないっていうのはハイにならないので、あんまりいい価格にならないんですけども、CBD がほとんどメインの商品をくれと。まあそれで摂取させてみましたと。まあそして見たら、転換の発作が中300回だったものが、まあ0回か1回までに激減したと。 で今、とってもシャードッとちゃん元気で、スクスク育なってますよ、と、こう,う状態ですね。で、これ見た、放送見た人たちがです、ね、あれ大麻って、なんかこう、やばいものじゃなかったのと消しからできるヘロインなんかと同じようなもので、ダメな、マリファナってダメなんじゃないのと思ったら、実は赤ちゃん使っても平気なんじゃんっていうことで、これきっかけでムーブメントが起きて、 もう解禁しろ解禁しろって言って、今アメリカの半分ぐらいがですね、大麻解禁になってますし、ほとんど8割方が医療用大麻も OK になってますし、あとカナダは完全に解禁になってますね。なので、どん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 大麻自体が解禁になってきてるんだけど、日本だけはまだダメと。で、WHO もですね、まあそういったムーブメントを受けまして、大麻 CBD ってちゃんと調べてよっていうふうに言ったら、実はその1945年の タイマーを取り締まるムーブメントの時からですね、WHO 自体はですね、CBD っていうのを一切調べてなかったってことが分かったんですね。なので、ちゃんと調べました。やってみたら、えっと、2017年11月に、安全性においては、えっと、CBD は乱用性または依存性が疑われるようないかなる差異はも示されなかったと。あと、有効性に関しては、CBD は複数の臨床試験において、 転換の有効な治療薬であるることとが示されていると、まあ、エピデオレックスっていうあの薬品がありますけども、シャドットちゃんを作った商品ができたよとで。その他、多くの病状に対して CBD は有用な治療薬になり得るという予備的なエビデンスも存在するということで、あの全然 OK っていう感じの発表を2017年にしたんですよねで。これでもう世界中がびっくり仰天してで、カナダはもう大麻の,の規制やめますって言ってやめちゃったんですね。 で主な、ね、CBD の効能効果なんですけども、まあ、作用基準的に、あと私もです、ね、話を聞いたり、自分でも使ったりとか、いろいろ中で、やっぱり CBD に関して分かってきたのは、炎症とか痛みがあるところに関しては抜群に効くなと、でどうもそれというのは、炎症している部位自体を治しているってわけじゃなくて、あの神経伝達の異常っていうのを改善しているみたいですね。 なので具体的に言うと、例えばがんの疼痛の軽減。がんを治すっていうのはちょっと CBD では難しい感じなんですけども、がんでもともかく医療用麻薬、あの消しからできちゃってるやつ、モドヒネとか使っちゃうよりは CBD 使ってる方が副作用もないし、モドヒネほどは効かないけども、疼、まあ、痛を軽減させるっていうのがあるみたいですよって話とか、まあ、副交感神経を優位にするのでリラックスするし、 不安解消するし、睡眠の質を改善しますっていうのがあるよと。それから、シャドウとちゃんと出てきた小児転換発作の改善とか、あとパーキンソン病の改善とか、あと女性の疾患であります、PMS とか生理痛を軽減するとか、あとリウマチなどの痛み緩和とか、皮膚の炎症の緩和とか、あの、虫刺されとか、蚊に刺されたときにシビリオイル塗るとですね、割とすぐ収まっちゃうんですよね。あと、喉の痛み軽減、下熱ということで、 新型コロナの炎症で喉痛いとかですね、熱が出ているって時に CBD オイルとかで結構下がるっていうふうに言ってる人もまあまあいらっしゃってまあそういうのもあるのかなと。あと、これ私だけが言ってるんですけど、これ水虫治りますと。えー、と私ですね、長いこと水虫で悩んでたんですけども、CBD が皮膚炎症を治すっていうのを、まあいろいろ5年ぐらいから見ててですね、あもしかすると水虫に効くんじゃねと思ってですね、CBD オイルを 足にに塗っっっってみたたらでですすねねまああっという間に治っちゃったんです、ね、だから今までそのブテナロックとかお医者さんに行って塗り薬回ったりとかしてたんですけども,も CBD オイルで水虫治るんだってことでもうシビちょっと怪しくなったと CBD オイルしかも使ってないって感じですねただ RCT のちゃんとした論文で出てるっていうのは CBD オンディじゃなくて THC が若干混ざってるものだったりとか あとは、その、かなり病気、あの、小児転換だとか、病気のものとかだったりするので、なかなか機能性表示食品にしようと思うと難しいなと。まあ、血圧を下げるとか、不安解消とかっていう論文は、まあ、あるかなって感じですね。で、どうして CBD がそういう効能効果があるんですかっていう話なんですけども、で、これはですね、 内因性のエンドカンダミノイドシステムっていうのを調整する機能があるんですっていうふうにこうね、お医者さんとか下り顔で言ってるんですけど、多分そうじゃないのって話でですね、誰も調べたことないんですよ、これって。イスラエルのタイマー研究の神と言われてるなんかその博士がいらっしゃったんですけど、その人がこのエンドカンダミノイドっていう概念を出して、そのいわゆる神経伝達のところの状態をスムーズに活かせると。 まあご存知のように神経伝達って電気伝達なんですよね。でここで電気伝達が行われるんですけど、この時にまあ異常伝達が起きていて、その炎症が起きたりとか、その痛みが起きたりとかっていうことの情報が伝わるわけですね。例えば膝が痛いってい時に、膝が痛いっていのはこの膝が痛いと思ったわけじゃなくて、痛みの情報っていうのは脳に行ってあ、痛いんだと思って痛いっていうふうに言って、じゃあここを赤くしましょうっていうふうになっていくわけなんですね。ですから、 必ず、その脳とか神経伝達となって痛みとか炎症とか起きるんだっていうことらしいので、なので、ここの異常伝達が起きているところを CBD が治すことによって、痛みないんだよ、痛くないんだよって言って、ああ、そう、痛くないんだって言って治っていっちゃうと、どうもそういうような仕組みみたいなんですね。なので、この根本的に、例えばですね、骨が折れてるとかですね、 軟骨がずれて、なくなって痛いとかですね、そういう物理的なものを CBD が直してるわけじゃなくて、痛くないっていうふうに思わせてるだけなんですよね、これって。だから直してるわけじゃないんだと思うんですよ。で、今後、今これも話題になってるのは、お医者さんとかが偉そうにエンドカンナビノイドシステムがとか言ってるけど、いや、あんた自分で調べてないでしょっていうのもあるので、じゃあエンドカンナビノイドがちゃんと正常化、 スムーズに流れてるっていうのを調べるっていう方法をどうにか開発しましょうっていうのが今次の動きとして出てきてます。なので大麻とか CBD 製品の開発とか薬事広告などはぜひご相談くださいと。で、大麻 CBD に関する最新情報をお知らせするメールマガジン登録を rctjapan.org で登録できますのでぜひ登録してくださいと。あとちょっと宣伝させてください。5月からスタートします えっと、機能性表示食品検定講座というのがありまして、えっと、これの第16期生を募集開始します。で、基礎から製品開発までっていうのを4ヶ月で、えっと、メールセミナーと動画セミナーでマスターできるというセミナーになっています。早割りっていうのがありまして、2月末までの申し込みですと40%オフで申し込みできますよっていうことになっています。 で2017年からですね、あの、始まりまして、最初はですね、7ヶ月間とかやってたのかなで、結構長い期間やってたんですけども、これはリアルでセミナーやってたんですけど、途中から、えっと、ズームと YouTube とかに切り替わっていったんですけども、今、まさに、第15期の初級コースっていうのがスタートしてます。で、今までの受講者数が、えっと、延べ630人っていうことになってます。 で主にあの受講されている企業さんというのはこういうところがありますよということで、最近はです、ね、新入社員の研修とかです、ね、移動で新しく機能性表示食品担当された方とかの、まずベースの研修として、この機能性表示食品検定講座というのを利用される会社さんがすごく増えてきています。で、開催月としては1月から4月、5月から8月、9月から12月ということで、 あの、初級エントリーコースが1ヶ月、中級アドバンストコースが1ヶ月、えっと、上級コースが1ヶ月プラス歩行なので、約1ヶ月半ということで3コースで構成されてます。で、月曜日から金曜日までの、えっと、毎日お送りするメール。で、その金曜日にくっついてますウェブ動画のセミナー。それから、月の末にですね、行われます、えっと、初級の試験。 中級の試験、上級の試験、まあ、こういった検定講座、検定試験を受けていただきます。ちなみに上級に関しては、ネットで受ける試験プラス、えっと、商品企画書っていうのを書いていただいて、でその商品企画書に対して、あの私の方がコメンタリーをするという形をとっていますで。プラス、えっと、新ガイドラインの解説動画ということで、関与成分が不明なエキス、それから軽症域、花粉とかですね。 えっと、尿酸とかですね。まあそういった軽症域のデータの取り扱いとかっていう、そのガイドラインがあの改正されてちょっと特殊になっているところなんですけど、まあそこの歩行動画というのもあります。あとちなみに団体割引となりますので、5名以上だったら20%オフですし、10名以上でしたら50%オフということで、で、もしも10名で2月までに申し込みされると49万5000ということで、1人、 4万9500円で受講できるよということになっています。それともう一つですね、機能性表示食品以外のオールジャンルの薬事を学びたいっていうニーズも結構出てきたので、昨年の11月からスタートしたですねオンラインスクールなんですけども、えーと、健康食品、化粧品、医療機器のオールジャンルの、えー、と薬事の学校というのを作りました。薬事通販大学というふうに言っております。 月月2回、薬事セミナー、火曜日で2時間、あとグループコンサル、ということで、木曜日で2時間ということで、木曜日の方はですね、ゲスト講師をお招きして、ヘルスケア系のお話を聞くという形をとっております。ですから、薬事のセミナーとヘルスケアのセミナーっていうのが、月に2回が、2回ありまして、月額9900円というふうになってます。ちなみに2月の7日は、化粧品薬事の予 食品等適正広告基準っていうのなんですけども、いわゆるビフォーアフターの写真がダメとか、愛用者の声の中に効能効果書いちゃダメとか、えっと、ドクターの推薦書いちゃダメとかですね。まあ、いろんな規制があるんですけど、そこだけを2時間やるっていうセミナーになっています。それから3月14日は健康食品の薬事の1回目ということで、いわゆる健康食品、まあ、今回の CBD オイルみたいなものの薬事規制と、まあ、それをどうやって回避するのかというようなお話をします。 あと、グループコンサルの方の、えー、はですね、グループコンサルって言ってるのは、1の薬事セミナーはですね、Zoom のウェビナー、今日みたいなスタイルをとっているんですけども、えっ、ー、と、丸のグループコンサルの方は、Zoom ミーティングを使っているので、誰からでもですね、その場でリアルでご質問いただいたり、会話したりとかってすることができるという仕組みになっていますで。2月の24日は、これは金曜日なんですけども、えっ、ー、と、若林健二さんといってですね、エビスで発射さんされてるんですけども、 歯周病関係とかにすごい詳しいお医者さんで、あの、航空ケアとアンチエイジングっていうことで、まあその歯周病菌がアルツハイマーの原因になっているって話もあるので、まあそういう航空ケアとアンチエイジングという話をお伺いします。あと3月23日の木曜日は、えっと、金川岩ハイスケアの新しく社長になられた細田正人さんをお招きしまして、あの、還元型コエンザム1 0まあ要はミトコンドリア活性化成分ですけども、えっと、 これと金か,かの機能性素材のご紹介というのをしていただく予定になっています。まあ、機能性表示職員とかペットフードとか非医療機器とか医療機器のお話とかですね。まあ、そういった、えー、とオールジャンル薬事の話を1年間通してやって、で1年通し終わったらまたお同じことをもう一回繰り返すという予定にしております。 で、これで月額9900円ということで、かなりお安いので、ぜひご参加いただければと思います。あと、ちなみにご紹介料っていう仕組みも取っていますので、お安くご参加していただくこともで可能になっています。で、2月の7日は適正広告基準ということで、化粧品、薬品、医療機器で、お医者さんの推薦とか美容師の推薦とかビフォーアフターとか、愛用者の講演の中の効能効果とか実験で、 データとか、こういったことが書いてはダメですよっていう規制があるんですけど、ではこれをどうやって交わすのかというようなお話をします。で、ご興味ある方は、えっと、薬事通販大学で検索すると、えー、私は理事をしております、あの、日本先進医療臨床研究会っていう、まあ、ドクターの会なんですけども、まあ、ここのホームページに申し込みがありますので、まあ、今でしたらこの QR コード、 ちょっとスクショとかしていただければ、こちらからも申し込み可能になっております。まあ、というわけで、今回の法改正っていうのは、まあ、非常なビジネスチャンスですよということで、まあ、薬事のブルーオーシャンを一緒に探しに行きましょうと。あの安全性管理だけをやられている方って、なかなかマーケティングっていう概念をですね、お持ちでない場合が多いと思うんですけども、ただ、 会社の中においても、そういうマーケティング的な考え方っていうのを持つことによって、その新しいですね、ビジネスチャンスを提案する場っていうのが出ますので、ぜひ、この薬事ブルーモーシャンっていうのをですね、考えてくださいと。ということで、ネルマガの登録をまずお願いしたいなというふうに思っております。はい、今日は以上になります。